皆さんこんばんは、ティライです。今日は久しぶりに木板をやってみようかなって思っています。それでそのチャーチャーミョンを買ってきました。こうやってこれは650円でした。ちょっと高いですね。中身はこう、食べてみようと思います。こんな感じになりました。じゃじゃーん、早速食べてみようと思います。いただきます。めっちゃここの店は麺がめっちゃ太いんですけど、見えます？麺がちょっとうどんみたいに太いです。ちょっと普通のチャジャン麺より麺が太いんですけど、めっちゃ美味しいですね。あまり食べてないのにめっちゃ少なくなりました。美味しい美味しい。そう、スパゲティとは味が違うので、チャジャン麺を食べたことない方はぜひ食べてみてくださいね。ちょっとチャジャン麺の悪いところは、そう、口がめっちゃ汚くなるって、これがちょっと悪いのかなって思ってみたり、これ黒いソースだからちょっと口の周りが黒くなるかも。汚く食べてもちょっと理解してくれたら嬉しいです。ふむふむ。あ、なんかチャジャン麺が美味しい店はどこですかっていう質問もよくもらったんですよ。でも一番美味しい、チャジャン麺はやはり家とかホテルで食べるチャジャン麺が一番美味しいと僕は思います。
それで、チャジャン麺の味ってあんまり、もう店によってそんなに違いはあんまりないんですよ。このチャジャン麺は麺だから、そう、作って長くなると美味しくなくなるから、家の近くの、そう、ホテルとか韓国に来る方はホテルの近くとか、そう、なんかチャジャン麺を売ってるところ、そう、ホテルの近くが一番美味しいと思います。ぜひ食べてみてくださいね。もうほとんど食べました。麺はほとんど食べたんですけど、ソースがちょっと残ってる感じ。このソースは残ったら、家で食べると、そう、ご飯とか入れて、チャジャンバプって言うんですけど、韓国語でご飯とか買って入れて食べるともっと美味しいです。麺は全部食べました。じゃじゃーん。ここに、ご飯を入れて食べたいんですけど、今日はなんかご飯がないので、ソースだけ食べますね。僕が、マッパンするとき、タオタオって言うんですけど、このタオタオの意味を分かる方はコメントに書いてくれると嬉しいです。これは編集やはり家の近くの、店がめっちゃ美味しい。チャジャン麺は早く食べなきゃ。もう全部食べました。まあ、ごちそうさまでした。今日はここまでです。ありがとうございます。ラコラコー。